ジオスパー、本当に騎士団を抜けてしまうの？すまねえ。ジャスパーさん、どうしてなんですか？今までずっと一緒に戦ってきてくれたのに。戦うための原動力が俺の中から消えちまったんだよ。俺はこれまで故郷の島を滅ぼした牢の奴らへの反発と、戦わずに死んでいった親父への怒りに突き動かされて戦ってきた。だがよ、それは俺の思い込みだった。島を滅ぼしたのは牢じゃなかった。そして親父はダークファルスと勇敢に戦って死んでいったことを知った。まあ要するに、俺は何も知らずに空回りしていた単なるアホだったのさ。そんな。というわけでよ、俺はシェルタンの森に戻ることにした。これからどうするか一度じっくり考えてみたいと思ってな。すまねえが、ここで抜けさせてもらう。わかった。今までありがとう、ジャスパー。ユリ、どうしてジャスパーさんを止めないの？ジャスパーだってきっと考えに考え抜いて決めたことなんだと思う。それに今の僕たちを待っているのは帝国軍と反乱軍の一大決戦。迷いがあるようでは厳しい戦いの中で命を落としてしまうかもしれない。理解してくれとは言わねえ。無責任なこともよくわかってる。だがよ、今まで俺を支えてきた何かがガラガラと崩れちまったんだ。今の俺はこれ以上戦えねえ。許してくれ、みんな。全力で行く。清らかな祝福を。一戦。なんと。は？なんと。は？守ると決めたのだ。は？よし、行くぞ。私が盾となる。氷の刃、その身に受けよ。そこでもう一つ。一撃！一戦！私に任せろ！はあ、そこ！これで終わりだ！発動の準備は整いました。はあ、そこ！これで終わりだ！私はもう迷わない。私なら飛べる。ホーリーインパクト。助かる。
洗礼で歌うよ。時が来たな。ノリに乗せよう。正義の行く末は今示された。獅子よ、あだなす敵に裁きの炎を。ありがとうございます。行くぞ。やってみてるぞ。気合十分。さらに明るく激しく鮮烈に。これが光の奇跡だよ。私が盾となる。一軍の将に必要なのは氷のように強固な覚悟、そして氷河をも溶かす熱い情熱。ありがとうございます。氷の刃、その身に受けろ。そこだ。ありがとうございます。行くぞ。やってみせるぞ。一軍の将に必要なのは氷のように強固な覚悟、そして氷河をも溶かす熱い情熱。我らが勝利だ。勝ちどきをあげろ。じゃあな、みんな。長いこと世話になったな。ステラ。そっとしておいてあげなさい。きっと別れがつらいのよ。体に気をつけてね、ジャスパー。この際ゆっくり休むといいわ。カオス班の班長は私が担当するから安心してちょうだい。ありがとうよ。姉さんが班長なら安心だぜ。ステラにはよろしく伝えておいてくれ。ところで、あなたのお仲間たちはこれからどうするの？俺はもちろん頭についてくぜ。どんな時もついていくって決めてるからな。私もお頭と一緒に森に戻るよ。そばについてないとちょっと心配だしね。そう。キリオン、あなたは？俺はジャスパーとも別れて一人で生きていくことにした。俺が追っていたジャスパーは死んだ。俺はふぬけた男に興味はない。すまねえな、キリオン。お前の期待に応えられなくてよ。じゃ、そろそろ行くか。ローザ、そしてユリ、騎士団をよろしく頼むぜ。わかった。ジャスパー、またきっと会おうね。ああ。じゃ、アーバよ。お頭、それじゃあ行きましょうか。ああ。ジャスパー、待ってくれ、ジャスパー。お、あれはローザか。お頭、それじゃあ先に行ってますよ。お、おう。ジャスパー、やっと追いついたか。
どうしたローザ、そんな息せききって走ってきたよ。お前が抜けると聞いて、私はどうしたらいいのかわからなかった。私もお前と同じように家族への思いに悩まされ、そしてカオスへの反発を力に戦ってきたからだ。だがこの白妖騎士団に入って私は変わったと思う。ローにもカオスにもいろいろな人がいる。そんな当たり前のことにやっと気づけた。そしてジャスパー、それはお前も同じではないか。ローとカオスの対立も、王女という立場も抜きにして、ジャスパー、私はお前とこれからも共に戦いたい。だから騎士団に戻ってくれ、頼む。ありがとうよローザ、わざわざ追っかけてきてくれたよ。俺もローの奴らを前のように憎みきれたら、きっと戦い続けることができただろうにな。ジャスパー、泣くなよローザ、お前に泣き顔は似合わねえぜ。知らぬ、私だってなぜ涙が出てくるのかわからないのだ。思えばお前とはくだらねえことでよく喧嘩してきたな。ローとカオスの戦争も所詮はくだらねえ大喧嘩なんだろうな。お前との喧嘩、ムカつくこともあったが楽しかったぜ。俺のために流してくれたお前の涙、忘れねえよ。じゃあなローザ、アバよ。ジャスパー。